あ、紅葉してるし、少し。イエーイ。イエーイって妻あなた。運転しないからいいけど。でも運転する方は結構ヒヤヒヤなんだからね、こういう道は。でもほら、キャンプ場に行くまでのなんかワクワク感がさ、すごい出てくるじゃん。ね、あ、綺麗じゃん。おー、いいね。いいね、いいね。道沿いのコーストラインから、一気に、この森の中のワインディングロード。曲がりくねった道の先に、いくつもの小さな奇跡。ポツンと一軒家に行くみたいな。そうだね。うわー、すげー道です。これはすごい道だね、マジで。お、もしかして。また俺、丘の向きだね。これがそうだ、むつみや。いや、めっちゃいいとこだ、すごい。なにここで、ドッグラン、専用ドッグランだって、海もほら、へえ、すごい素敵なところです。さらに、我々、天然パーマさん携帯は森の奥へと進んでいきます。天然パーマさあ、到着しました。ゴールデンウィーク以来のこのキャンプ場、オートキャンプ場ですね。今回も、こちらのお世話になるのですが、大雨です。あいにくの大雨のため、このように屋根をねきちんと作りまして、雨が入ってこないようにすることで、まあ快適に過ごせるでしょうという計画でございます。さあ、この時に注目いただきたいのがこちらです。ハイエース専用サイドテントと名付けております。これどのようになっているかというと、はい、こうです。マグネットでぶら下げてるだけですね。重りです。1キロの重り取ってるだけです。こっちはタイヤハウスに引っ掛けてるだけです。さあ、この防水カーテン、何かというと、ニトリのシャワーカーテンです。ニトリのシャワーカーテン代用して作りました。この、こちらのサイドカーテン。これを使うことで、まあ、夏、雨の中で車中泊するときも、バックドアをね、開けた状態で寝ることができます。これ、ついてないと、横から殴り込みの、吹き込みの風で、実は車内がびっちょびちょに濡れるっていうことがあるので、このサイドカーテンを作ることで、雨の日も安心して快適に寝れる。そのようなシステムとなっております。お見知りおきを。さあ、それでは、夜ご飯の仕込みから入っていきたいと思います。いいか、みんな。イエーイエーじゃねえんだよ。タブレットやめろ。そうだ。掛け声ばっかり。会おうか。やるぞ。イエス。さあ、夜ご飯の支度です。え、どうすんの？あ、一回それを振る。どのくらい入れようか。目分量だな、これも。やっぱり私のおすすめの照明はこれ、 LED のビームライトですね。 100V で撮れるやつです。これをホタレンの 100V から撮るんですが、見てください。なんと消費電力はたったの 13W。 13W なんですけども、このビームライトをタープの天井に当ててリフレクションさせることで、このタープ下全体がホワッと優しい明るさに照らされるんですね。ビームライト、スポットライトみたいなもんなので、当てても1点だけね、極端に明るくしてしまう特性があるので、あえてタープの天井を狙ってリフレクションさせるという、これ、天然パーマのアイデアです。ぜひ、真似してみてください。さあ、リフレクションされるとこんな感じで、タープの下全体が均一に明るくなりますね。なので非常に柔らかくて優しくて十分明るい照明が作れます。失敗点としては中白色を選んでしまったので、これを中光色にすることでもう少しオレンジの柔らかい暖かい感じの光になるんじゃないかと思います。シェフ、
青井シェフ、はい、お願いします。焼き加減を見てください。あ、これちょっと焦げてる。本当だね、回転させて回転。はい、小鳥さんが担当してくれました焼き鳥。じゃあ父ちゃんいただきます。はい、いただきます。うん、美味しいんですが、小鳥さん、塩コショウされましたこれ。うん、うん、もうちょっとだな。特に手前のやつがまるで焼けてない。これこっちの方がいっぱい。あ、これ焦げてる。さて、続きましては葵さんが漬け込んでくれましたこちらのチキン焼きたいと思います。はい、よろしくベイビー。はい、よろしくベイビー。はい、もう一回。なんと、何鈴？何それ、ガバスズキで。日本でブラキオサウルス。じゃあポトフいきます。ポトフ食べるでしょ、青スープ。はい。キノコ入ってない。さあ、来ました。母ちゃん、これは何でしょうか？野菜のポトフです。野菜の PTF。いただきまーす。うふー、おいしそう。野菜。うまい。最高。いいぞ、妻。うん、最高。あー、おいしい。雨ですが、キャンプしてます。この音を聞いてください。どっしゃ降りの雨の中キャンプしてます。最高です。夜のまったりタイムでございます。天然パーマおはようございます。おはようございます。変な時間に早く寝すぎて、変な時間に起き、そして今また寝てる、父ちゃん、おじいちゃんのルーティンです。おじいちゃんよりひどいです。葵おはよう。おはよう。おはよう葵。小鳥おはよう。小鳥、一番寝ぼすけ小鳥。さあ起きましょう。ご飯の支度しますよ。はい。雨じゃん。雨じゃないよ、晴れてるよ。本当。雨じゃないよ、晴れてるよ。雨それやりたいだけでしょ。いいかみんな、俺からお前たちに教えることがある。奇跡というのは起きるのを待つんじゃない、起こすのじゃ。だから晴れるのじゃ。なぜ誰も共感しない今日は朝から土砂降り予報だったのに晴れたんだぞ母ちゃん。あーっとノーメイク。ノーメイクじゃない、メイクしてた。おー、メイク済み。さすが母ちゃん、メイクだけは絶対に忘れない。たとえ地震が起きようと火事が起きようと、メイクをしてから避難する。それが母ちゃんという生き物だ。うわ、ブス。ブスコ、ブスコ、ブスコー。行けろ。そして母ちゃんの手伝いをしろ。わかったか。返事。さあ、今朝も、バチッ、ポトフー。うまい。おいしいですか？はい。食べてみて。うわー、できたぜ。炊飯器炊いた、タイタニック炊いた。いいですか？うん、オープン。うわー、曇った、画面が曇った。声が来たよ。え、夢？夢じゃないよ、それは本当の話。かき混ぜるとか、なんていうことだった？曇った。そのそれ混ぜご飯最高。美味しそう。食べよう。きます。ご感想は？食った。
朝ごはん。豚バラ塩炊き込みご飯。アンドポトフ。そして顔が腫れまくってる父。いただきます。いただきまーす。まずはご飯から。うまい、うまい、うまい、うまい。うまい、うまい、うまい。これ美味しい。なんかもうすっかりご飯が定番になってきて、朝ごはん。うん、ホタテンでご飯が炊けるってことがどれだけ幸せなことか。うん。キャンパーの人たちはこれメスティンで炊くの、朝から。炊くんじゃない？でもメスティンで炊くのはソロキャンの人だよね。そっか。最初メスティンブームになった時にさ、メスティンってなんだろうなんだろうってすごい興味湧いたんだけど、半合だってことが判明したの。でもさ、すごいのは形を変えて名前をそれらしく作ると途端に売れるんだよ。そうだね、みんなが何それって思うような名前、そういう仕掛けの作り方だよね。そこはすごい勉強になった。またこういう子を引くのがいいんだろうね。次回は欲しいですな。いやー、チビたちがいて飯作ってあれやこれややってる中で豆引いてる暇なんかねえんだよ。そうだね、そんな暇はない。そんなね、インスタ映えするような映像なんか撮れないんだよ。こっちは戦場だよ、キャンプは。天然パーマ。天然パーマ。下山しています。すごくないですか、妻。朝から大雨予報だったのに、まさか片付けるときは晴れていて、日が差していて、はい、そして下山するときに土砂降りの雨が降ってるわけですよ。そんなの。じゃあ今日は海に入りたい気持ちを抑えつつ、いつもと違う遊びをしながら帰りましょうか。はい。やっほー、この景色で帰れるの最高。さあ見えてくるぞ、左側。来ました、怪しい少年少女博物館。さあずーっと来たかったここです、怪しい少年少女博物館。あ、見て、二宮金次郎がしょんべんしてる。行きますよ。準備はいいかね。大人一人、小学生二人です。休館記念です。安田大サーカス、トリンドル・レナ。あ、中田敦彦も来てる。やばい。有名人がいっぱい来てます。マサトも来てる。俺と同じ名前。さあ、では行ってみましょう。先頭は、小鳥さんです。すごい、お、やばい。この辺エッチな本だ。見ていいのこれ。セックスアイブマニュアル。これはやばいぜ。まだ早い、あなたには。ねえ、これ。チンコ出してるわ、この神様。各時代のこうファッションの変遷みたいなものがね。これ昔の水着。女性のファッションの歴史ですね、小鳥さん。全然軸がわからない。プテラノドン。なんでこの人はいっぱいおみくじが結ばれてるんでしょう。あー、おもちゃおもちゃ見て。あー、ライディーン。マジンガー Z。グレートマジンガーだ、これ。すげーな。あの時代のものがまんま残ってんだ。すげーな、これ。やばい。すごい、すごい、すごい。すごいとしか言いようがない。超合金もいっぱいある。うわー、すごい。ワンセブンがある。これは何？ボルテスファイブ。すげー。グレンダイザー。ロボコンもいる。うひょー。あ、ゴレンジャー。全シリーズ。あ、ミニラもいる。あ、アオラがいる。面白くないんかーい。すげーとこ来たなー。うわー、ピンクレディ。ピンクレディ、こうやって見るとブスだなー、ケイちゃん。あ、おっぱい。ツンツン節だよ、全員集合。これ見て。ドリフだよ。まだ志村健がいないとき、洗い中だ。映るんですといえば、水木アリーさん。すごい、各時代のアイドルたち。
アイドルたちいっぱいピンクレディだらけ。やばい。あ、なんか本物に見える。これ何？ファミコンだ。グラディウス。やってみ？どうやの？リセットしてみ、リセット。そう、リセット右。やってみなさい。どうやの？スタート。撃って撃って撃って。撃って。ボタンボタン。ゼビウス。最初にクラスターという言葉を使ったのはゼビウスだということをご存知でしょうか。そしてなぜかツタンカーメンコーナー、もうコンセプトバラバラすぎて何を見せてくれるのかが全然わかりません。ロボットの BGM がかかってんのに一切ロボットらしいものが展示されてないです。非常にこのブレブレのコンセプトが私は好きです。みんなパンツ見えてる。プリキュアたちのパンツが全員見えてる。わざとそうやって置いてんだな、これ。あ、ピーウィーハーマン。2階に行ってみましょう。この人は誰？めっちゃ怖い。なんでこんなに。うわー、怖い。青、日本人形。チャッキー。チャッキー。まさかこんなとこで再会できるなんて。ディリー。ここは夜一人じゃ来れないな。ホラー映画コーナーだね。あ、動いた、チャッキー。動いたよ。はい、ビビリー。どれどれ。ちゃん動いてる。どれ。亀なの？恐竜なの？その中で生まれそうって言ってんのかな？それとも生まれたのかな？これだけの大きさで飾るにはなんだかわからなすぎるな。見てこれ。すげえやべえ。ここ見て、青。エッチなフィギュアコーナー。いやーん。胸だけ隠してない。おっぱい出ちゃってますよ。マリリン・モンロー。プープーピドゥ。いいよ、行って進んで。あの人動くからね、左の人。気をつけて。左のチリチリの人。ちょっと声かけてみて。うん。早く。早く声かけてみてよ。レッツゴーレッツゴー。やばい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 。またここもやや不思議な世界だな。うわ、こわ。呪いの藁人形フロントで販売中、セットで300円。ここは日本のお化け屋敷コーナーです。日本のお化け屋敷にあったやつを全部のっぺらぼう。一つ目こそ、うわ、あ、お岩さんだ、お岩さん。ロクロックビー。お化け屋敷の次はミッキーかーい。なんでクリスマスなんだよ。そしてこちらは？こっちはバービーだ。バービーがいっぱい飾ってある。すごい。すごい、めちゃくちゃだね、ここね。で、この可愛いクリスマスからのやっぱり怖いシリーズ。これチャッキーじゃない。うわー、怖。結局怖いよね。おっぱい出てるよ。すごい世界観だな。ここに何か常識的なものを求めちゃダメなんだな。なんでそんなかっこいいポーズなの、この人は。いやー、すごいわ。すごいわしか出てこないわ。上にもいる。あ、ハレンチ学園。東京オリンピック。これがね、初めての東京オリンピックの。私に会いに来て、葵。行くよ。こちらです。行きますよ、葵さん。なんでなんでなんで。行こうよ。お化け屋敷っていうか、面白い屋敷だよ、これ。なんで、おいらも。みんな手つないで。みんな手つないで、はい。手つないで。はい、手つないで。怖いよ。うんこしてる。うんこしてる。怖い。青来た。青来てるね。よし、いいぞいいぞ。地獄の扉を開けるぞ。来た。誰か出てくる風に。あ、耳なし法一。綿菓子。あ、こっちもなんかいる。うわー、無事出てこれた。怖かったー。おいさん、おいさん。ビビりすぎだろ。
ビビりすぎだろ。もう一回行きますか、小鳥さん。じゃあ小鳥と葵だけで行ってきて、次は。いやー怖かったね。いやー楽しかった。天然パーマ。さて、武将ひげがひどすぎる池さんが最後にお送りします。今回の、ね、急遽伊豆トリップでしたけども、小鳥さんいかがでしたか？全部が計画外の行動でした、今回は。はい、なんでいきなりキャンプしちゃいました。土砂降りのキャンプしちゃいましたけども、今年年内の車中泊が今回が最後でした。もっとやりたかったですか？そうでもないんかい。じゃあ最後までお願いします。最後まで見なきゃいけなかった。Dude, that father is 10 and permed!